はい、どうも皆さんこんにちは、ヨウです。イエイ。はい、今日の企画はですね、教室ミカ編に出てたんですけど、まあその時の思い出話というか、まあ裏話というか、まあそういうものをできたらなと思います。まあ今日はゆるーくお話ししていこうと思うんですけど、まあこれ何回も言ってるんやけど、マジで何回も言い過ぎてるんやけど、まず最初に沖縄に着いた時に思ったのが、飛行機の上からな、めっちゃ海が見えるんやけど、それがめっちゃ綺麗で、もういやずっと沖縄に行きたかったから、沖縄に行けてすごい嬉しいなっていう気持ちが、まあ、一番あって、まあ、みんなとは夜交流でちょっとみんなとは出遅れたんですけど、もうみんな優しく言う、あ、ゆうちゃんこんにちはこんにちはって言ってくれたからよかったです。そして第4話かな、時に大きな船に乗ったんですけど、あの船で私は人生初の船酔いをしました。ちっちゃい頃から別に船乗っても全然酔わなかったし、イエーイみたいな感じだったんですけど、あの時初めて船乗って酔って、船の中で寝てましたね、爆睡。同じメンバーの子も、椎名がいるんですけど、椎名も一緒に寝てて、ユアも寝てて、ほんでなんかユナだけ船酔いしてなくて、めっちゃユアたちの寝顔撮ってましたね。そんなも裏話だし、あ、でも楽しかったです。めっちゃスローで揺れるの、スローでこう波になるから、おっとっとっとみたいな、立っててもめっちゃ揺れるみたいなのがすごい思い出に残ってたのと、あとはやっぱあれですね、寝る前女子が結構話が盛り上がってしまって、なかなか寝るまでに至らんかった。寝ようって言ってから本当に3時間ぐらい経ってもまだ起きてるみたいな、がすごい楽しかったし、なんか思い出に残ってますね。あとは全部がすごいいい思い出だったし、ね、ロマンチックなこともいろいろしたんですけど、でもね、聞いてほしい、本当に旅中のご飯がマッチで美味しいの、全部美味しくて、もうほっぺた落ちかけました。もうね、全部が美味しすぎて幸せでしたね、ご飯の時は。もうね、2泊3日本当に幸せ、幸せでした。あとね、あ、そう、星空も綺麗だったんです。めっちゃすごい、めっちゃ綺麗で、なんか大阪では普段見れないような、もう星みたいな、地球ってこうできた、丸くできてるんだっていうのを実感しましたね、星が綺麗すぎて。ですかね、ちょっとあと何があるっけ。すごいみんなびっくりしてたと思うんですけど、最後のフリータイムがないのがめっちゃびっくりして、みんな多分メンバーもびっくりして、えっみたいな、時が止まりましたね、あの時は一瞬。なんかすごいツーショットってめっちゃなんか緊張するし、ドックドクみたいな、心臓ドックドクで、ツーショット一人なんか、なんていうの、二人で話す時間ってすごい大事やから、すごい大事に相手の方と向き合ってツーショットをしましたね。心境は、心境って何？心が今回ユアは花火を一緒にしたりとか、歌ってもらったりっていう、なんかしてもらった顔なんで、すごいなんて言うんだろう、幸せというかキュンキュンしましたね。前回の旅、朝顔編の時は放送中にも言ったんですけど、自分が結構大側だったので、尻尾取りしたりとか自分からすることが多かったんですけど、今回はもうすごい嬉しいことにしてくれる方がいたので、今までにないキュンキュンがすごいいっぱいありました。放送、はい、嘘つきだねみたいな感じですね。嘘つきそうだねみたいな。はい。なんかこれ、え、本当にこれ。正直言うと本当に告白前まですっごい迷って、なんか2人ともすっごいいい人だし、ちゃんとユアが向き合って喋ってるから、本人と喋ってるからすごいどちらもいい方なんですよ。視聴者さんはどう思うか分かんないんですけど、ユアからしたらすっごい2人ともがいい人で、本当に告白立つまで迷ってたんですけど、決め手は、まあなんで嘘つきかって言ったのはすごい、まあ自分の過去の話なんですけど、もともとちょっと付き合ってた人が嘘をつく人で、ユアがすっごいそれがトラウマになっちゃって、どうしても嘘つく人とは向き合えないと思ってたので、要はその時に嘘つかない人大丈夫かなっていう風に聞きました。まあ、過去の恋愛だからあれなんですけど、本当に嘘つかれて、もうすっごい、もう人生でもうこんな恋愛ある、こんな、この言ったらダメだけど、こんな人なんで好きになったのみ
たいなぐらいもうねすごい恋愛をしてきたので、どうしてもそこが引っかかってしまったのと、すごい心配になっちゃって、またあの時の自分に戻るのが嫌だなっていう思いがあったので、もう何回もしつこって思うかもしれないんですけど何回も聞いちゃいました。こういうことがありましたので、すいません、何回もお聞きしました。嘘つきそうとは思ってないんですけど、なんかねちょっとつかないでね。そうです、つかないでね。もう一人の方はなんかもうつかなさそうな人だったんで分かんない、つかなさそうな人。じゃあなんで決め手はさ、そうみんなで最後にキャンパスを書く時があるんですけど、その時になんかさりげなく、ちょ、びっくりしちゃって、それそんなことができる人だったのみたいな、いつの間に立派な男になったのっていうぐらいちょっと持ってるけどちょっと持ってるんですけど、いやサプライズできる人すごい好きっていう風にずっとタイプで言ってるんですけど、えできてる、なんか朝顔編の時の男らしさがまた戻ってきてるみたいなことがあったんです。まあそれがみんながキャンパスを書いてる時に、もう一人だけ絵の後ろに行って岩にすごい気持ち、岩大好きだよっていうのを書いてくれて、その後になんか岩みんながどっか行った後にこの絵の後ろを見てほしいって言われて、え、あ、うん、分かったみたいな感じでみんながどっか行った後に岩一人で見たんですけど、もうその時にもう本当に涙出てはい、何でしたっけ、あのその涙がすごい出そうで、いやめっちゃ我慢をしましたという出来事がありました。え、でも本当に本当に最後まで迷ったのは本当です。だしそうですね、でもしかもなんかその、まあ、ユナとかがその絵で一人で迷ってる時にあんだけ思ってくれてる人がいるんだよとか、よくよく考えたらやっぱ前の段からずっと気持ちを伝えてくれて、まあ、2段空いてるのにもかかわらず気持ちをちょっといろいろあったけども気持ちをそれでも伝えてくれるっていうのはすごい素敵な人だな、素敵なことだなと思ったので、ああいう結果です。もう本当にもうどうしよう、もう2人がいい人すぎて、いやガチでこんなことあっていいのみたいな思いましたね。そうですね、なんか星空とか歌とかもすっごい心に来たし、それも来たし花火とかこの言葉とかがすごいやばいどうしようって思いましたね。私気づかなかったです。あれはですねびっくりしました。私も放送見てびっくりしちゃって、でなんでって聞いたんですよ。なんであの時肉焼け泣いちゃったのに焼いたのって。そしたら俺の目の先にあったのがお肉だった、お肉のトングだったみたいな。で俺は何かしないといけないと思ったらしいの、家が来た時に俺は何かをしてあげたい、その時にお肉を焼いてあげるっていうのがあの方は一番最初に思いついたらしく焼いてくれたらしいです。だからね、ちょっとお肉事件があったせいで、なんか家は何かしでかしたら何々事件ってすぐつけられるもん、なんかつけられるようになったもん。なんかメイク失敗したらなんかメイク事件とかすぐなんかなんとか事件ってつけられるようになっちゃったよ。なんかよくわかんない、そう何々事件今流行ってるのかなあでもあれですよ、なんかあれからもなんかお肉でストーリー、あのお肉のストーリー上がってました、焼いてるとこ多分焼けるのは焼けるけどみたいな感じだと思います。もうね本当にみかん編メンバーみんないい人なんです、みんないい人なんです。もう一人一人のいいとこ言えるぐらいみかん編のメンバーは本当に最高。じゃあまず番長からいきますか、太陽くん、まあ、一番最初に入ってきた時におおこんにちはみたいなおおもう最初から岩を見た時からなんかもう一人番長感あるなって思ったのと、太陽くんがこの場を盛り上げてくれるっていうのが太陽的存在、えめっちゃ感動、待って一人で泣きそう、感動で本当にお兄ちゃん感もあったし、岩たちからもしても太陽的な存在でした。番長、いや番長来たら毎回番長ポーズしてます。はい、そしてですねゆうまくん、もうね最年少って感じがまずない、本当にもうすごい大人っぽいしすごい優しいし、なんか最後のこの絵を描く時にもなんか一緒に頑張ろうね、いやもう頑張るからゆうまくん頑張りなみたいなのをすごい話せたのがすごい印象に残ってて、ちょっとまだ2泊3日で旅中短い中で全然喋れなかったけど、もうねいつもライブ見てくれたり、あのインスタとかにも毎回いいねしてくれてるの本当にいい人で、やっぱゆうまくんは優しいなって思いました。じゃあ次ライヤくん、もう本当にゆあは最初に言ったんですけど本当にあのメンバーの中で一番喋りたいなっても思ったし、最後の告白の時にも言ったんやけどキュンキュンしたことにも事実だし、すごいライヤくんもいい人だなって思いましたんで、歌がねみんな見てわかると思うんですけど歌がすごい上手で本当に完璧すぎる人間です。あの方は本当に今までに出会ったことのないぐらい優しい方でした。ありがとうライヤくん。レンくんは本当に
ザイケメンみたいな、王子様、白馬の王子様もう通るだけでもかっこいいみたいなね部分もありますから、レン君は多分ねずっと最後の時もユアちゃん今どうなのってなんか多分あんま喋らない割にすごいユアに気使ってくれたのがやっぱ優しいなって思いました。はい、レン君もお幸せに。そしてですね、じゃあ次女の子ルルから、新規メンバー会った時に可愛い天使と思いました。そう、寝る部屋もルルと一緒だったんですけど、寝る前も起きてすぐもすごい癒しをねルルさんはくれました。また大阪民なんで今一緒に遊べたらなと思います。はい、そして次シーナさん。あのシーナはね、あのね旅前にね実は会ったことがあって、シーナはね本当にねお姉さん、もうユアのお姉さん、もう何でも頼れる。何かユアが相談しても優しく返してくれたり、本当にユアのお姉ちゃんになってほしいって思うぐらいいい人で、すごい笑顔が素敵で可愛いです。シーナさんまたねちょっと遊びたいなと思います。シーナとは結構ね会う機会があるから嬉しいですよ。シーナさんラブチだよ、はい、ミトユナさん。いやね最初ねこれねミトユナさんねあれだよ、前の食べも見てたからちょっとねちょっと気まずかったね最初の時ね、ちょっと気まずくて、多分ユナもそうだったと思うんですけど、けどなんて言うんだろう、話したらすごいいい人で、本当にもう予想できないぐらい仲良くなっちゃって、めっちゃ仲良しなんですよねみとゆなさんもうねユナはねめっちゃスタイルいいし、もうすごい優しいし、ちゃんとね自分の意見を持っててすごい尊敬できるような人ですね。みとゆなさんともまた遊ぶ約束をしてますので、みとゆなさん遊びましょうね。はい、そしてですね最後来ましたよ、まやとくんね。まやとくんはちょっとね何考え考えてるか分かんない時もあるけど、すごい自分なりにたくさん気持ちを伝えてくれて、すごい、まあ、放送中は、まあ、あんまいい風には見えてなかったのかもしれないけど、すごい普段から優しいです。すごくすごく優しいし、ユアのわがままにもすっごい付き合ってくれます。まあ、これからもお肉事件は、まあ、ネタにして、ユアもあの焼肉行った時にまやとくんお肉焼いてって言いますね。だからその時は焼いてくださいはい、ということで、まあ、こんな感じですかね。2泊3日短いけどすごいたくさん思い出が詰まった2泊3日になりました。このねメンバーみんなと出会えて本当に良かったな、この旅に参加して本当に良かったなって心の底から思います。はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。